ラベールっていう車で、はい、アメリカでキットカーを作ってたメーカーの。キットカーって言ったら、じゃあベースは何になるんですか？ベースは元はというか、オリジナルは。オリジナルはシボレーのシェベットっていう車、はい、アメリカのコローラみたいな車なんですけど、これは簡単な車がベースになって作られた。あ、そうそう。これのオリジナルっていうか、これ模したのはベンツかなんか。そうですね、ベンツのSS。 あ、ルヴァンが乗ってるやつですね。じゃあこれ買われてどのくらい持ってらっしゃるんですか？もうすぐ8年。故障とかってどんな感じなの？今のところほとんどないです。あ、そうなんですね。もともとなんかダメージがあった、はい、クーラント漏れがちょっとあって直して納車して、あとなんか溶接したところがパキンって折れてそれはそれはまあ溶接し直してもらって、それぐらいで悪いけどさ、本当に価値ねえぜ。俺はな、あるお姉ちゃんのハートをものにするのに欲しかっただけなんだ。すみません、これエンジン開けるときってこれ外さないとダメなんですか？そうですね、ベルトの飾りですけど、開けてもらうことってできます？エンジンできます。やっぱりベルトを取らなきゃ、可愛らしいエンジン。面白い。シボレーの。ああ。1600リッターのエンジン。あ、1600ぐらい。はい。直用なんですか。これはもう。オリジナルはじゃあ6筒だってことですか？オリジナルは、はい、片方出しの、はい、直6かな。ああ、そうなんですか。本物は何 cc だったの？5000とか。え、大きさ。これほぼ同じ大きさで6000とか 5000cc が積んでたってことですか？多分もうちょっと大きい。でかい。ああ、そうか、そうか、そうか。今後はもうちょっと長いですね。ありがとうございます。すごい。あ、これ何年式の車ですか、そもそもの？これは84年。84年式ですか。作られ始めたのは確か79年とかそれぐらいからキットカーとして作られて、90年後半ぐらいまで作ってた。あ、そうなんですね。じゃあもうクラシックカーの何ですか、コピーなんですけど、これ自体でももう50年ぐらい経ってるってことですよね、作られ始めてからね。すごいな。へえ、面白い。カセットの内蔵なの？面白い。ステレオが面白い。すごいな。じゃあカセットも動きますよ。動くんです？すごい。聞くことないですけど。
初めちょっとあの遊びであのつけてやってたけど、はい、だんだん聞かなくなりました。あ、そうなんですか。何も聞こえないので走ってるでも。あ、まあ、あ風切り音の方が。俺の上でも全然聞こえないんで。そうなんですか。意味がない。これって車検所は4人乗りなんですか。そうですね、車検所4人乗り。そうなんです。小林さんってシートがありますもんね。すごい。面白い。ここの横のドアみたいなものはないんですか。一応元々ちゃんとあるんですけど。あ、そうなんですか。はい、あのフォロは一回これ取り替えてるので、あ、はい、あのなんか自分で穴開けてやらなきゃいけない。あ、そうなんですか。あ、じゃあここの部分もアクリルみたいなので閉じる感じ。あの同じ革ので、ビニールのなんですか、透明なビニールでやってあるのがあるので、本来はまあこういう雨の時とかは、はいはい、だってここまでハトメありますもんね、ここは。本当はね、でこのここがじゃあやらないと。あ、すいません、ありがとうございます。そうなんだ、すごいかっこいいし、オートマだし、面白い。これでもすごいな、いいな、かっこいいね、ちょっと乗って ね、面白い。だ、動くとこがすごいよね。だってさ、だってレプリカって言えないもん、もうこれ自体がクラシックカーだもんね。まあ、なんだかんだ言っても見えてるね。本物は1920年のこれなので。でも、レストアしたみたいな感じで。すごい、すごい。こう。ありがとうございました。はい、YouTube とかに載せちゃっても大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫。あ、よかったです。ありがとうございます。4L と言いますので、またよろしくお願いします。はい、すみません。ありがとうございました。やったー。